皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム聖戦の系譜続きをやっていきたいと思います。マンスター、トラキア半島は2つの顔を持っている。トラキア半島やけんね、半島ね。北半島は豊かな大草原に多くの小国が分立し、なんか土地はあんま豊かじゃないっていう話やったよね、トラキアって。南半島は険しい山々と不毛の大地に隆起して知られるトラキア王国がある。あー、ここのこと、この辺が多分貧しくて傭兵家業が盛ん、なんかイリア地方みたいな感じですかね、エレブ大陸でいう。万有をもって知られるトラキアは北の豊かな土地を手に入れるため過去より何度も侵入を繰り返してきたが、アルスターのところ、アルスター、レンスター、そのレンスターが結構被害を被っとるっていう。レンスター王家の抵抗によって失敗を繰り返してきた。リード砂漠でレンスター軍を壊滅させ、ようやく野望は達成されたかに見えたが、うん、フリージ家のブルーム公使が大軍を持ってこの地方を制圧、以後北トラキア王国として帝国の支配下に置かれたのである。これはちょっと前の話よね。それから十数年、野心家のトラバント王も、帝国の武力の前には何ら手出しのしようもなく、不思議な平和が保たれていた。不思議な平和。しかし、解放軍による王とアルスターの制圧は、この地方の微妙なバランスに変化を与えた。アルスター城、レンスター城はセリスの解放軍が支配し、この音ってそっちにあるんやね。この音城ではアルスターから落ち延びたブルーム王が兵を集め、また戦か、うわ出た、イシュタル。ちょ、トールハンマー軍団嫌だな。マンスター城では雷神の異名で知られるイシュタル王女が、雷神、トールハンマー、トラキアに対する守りを固め、あ、トラキアは別にそのフリージ家と繋がっとるわけではないわけね。じゃあ三権分立的な、三つどもえ的な感じなの。あ、出た、トラバント。そう、こっちのトラバントはね、なんかヒーローズにいますよね、老けた方のトラバント。トラキア領ミーズでは国王トラバントが前線司令官のマイコフ将軍と共に不気味な沈黙を守っていた。人々の願いはただ一つ、この地方が再びレンスター王家の支配に戻ること。そして戦いの幕は上がった。いやー、このオープニングのプロローグの曲いいっすね。なんか第8章トラキアの竜騎士、なんかプロローグ、ちょっと緊迫したプロローグっていう感じがあるね、さっきの曲。くそ、解放、あー出た、エリュット、あ、何やったかな、エリュット、バハなんかプラウとか、その辺そんな感じだったよね。反乱軍のやつら、いい気になるよって。ヴァンパイア、お前たちまで逃げ帰るとは見損なったぞ。ブーメラン、どの口が言う。はい、申し訳ございません。ですがもうご心配には及びません。常にムハマド将軍の軍団はアルスターに、王母将軍の騎士団はレンスターに向けて進撃しており、我々も今から出撃いたします。もうやだな、この人たち戦いに行くんですよね、この三姉妹。固まっとうけんさ、三人。そうか、頼んだぞ。ところでトラキアのトラバント王はどうした、まだ救援には来ないのか。はい、何度も援軍の要請を出しているのですが、あ、繋がっとるんか、繋がってんのかこいつら。くっ、やつめ、一体どういうつもりだ。トラバントは野心家です、信用するのは危険かと。そうだな、奴の力を借りずとも反乱軍の制圧はできる。ヴァンパ、フェトラ、エリュット、デロ、今度こそ奴らの首を上げてこい。は、必ずや。必ず、うわ出た、もう嫌いやなこいつら。ちょっとすいませんね、通知が。マンスター、あ、セティ、セティ・フォルセティ、
セティってその聖戦士の人一人もセティっていますよね。同じ名前よね。かっこいいな、セティ。セティ様、一体いつになったらマンスター我々の手に戻るんですか。ブルームオの支配に苦しめられ、私たちはもう限界です。希望を捨ててはダメです。セリス様の解放軍はすぐそこまで来ている。あと少しの我慢だと皆に伝えてください。いや、もう我慢の限界そう、このおじさん。きっと自由は来ます。私を信じてください。かっこいい魔導士ですよね、セティってね。ヒーローズにもいるよね。あ、これアルテナ父上、ブルーモーが救援を求めてきました。帝国は反乱軍に救援を求めてきた。帝国は反乱軍にレンスター城、アルスター城を奪われたようです。セリスとかいうシグルドの小せがれか。あんな子供相手に苦戦するとはブルームも追いぼれたか。ありおんよ、やつらは、やつらなど放っておけ。ありおん、ありおんか。あれ、アルテナってさらわれましたよね、トラバントに。帝国軍と反乱軍を戦わせておいて、両者が弱ったところを我がトラキア軍が叩く。漁夫の利を得ようとしているのか。やはりそうではないかと思っていました。父上はまだあの時のことを忘れてたまるか。レンスターの騎士団を砂漠に葬り、ようやくトラキア半島の制圧を成し得たと思ったのに、ブルームの奴が横取りしよった。あの時の腹立たしさは今も忘れぬ。なるほど、恨みはあるわけね、ブルームにも。グランベルと正面から戦えるほど我らには力がない。父上のお気持ちお察しします。トラキア半島の統一は我らが悲願。民を貧しさから救うためには北の豊かな土地が必要なのだ。トラバントもトラバントなりにその国政にはちょっと力を何ちゅうか考えとるわけやね。我らがハイエナと蔑まれ、それでもなお他国に雇われて戦ってきたのはそれしか生きる道がなかったから。アリオン、俺は長い間我慢してきた。だが今こそ立ち上がる時だ。ドラキアの運命はこの一戦で決まると思え。は、アルテナはどうした。アルテナはアルスター。セリス、何やら雲行きが怪しいな。レンスターの守りは大丈夫か。決して十分だとは言えません。援軍を出すべきでしょうか。あ、レンスターの守りって、レンスターは制圧、あ、制圧はしてないもんね、前の章で。うむ、この後のブルーム王もこのまま手をこまねいてはいないだろう。それにマンスターの市民たちも助けを求めているという。軍事行動は早い方が良い。わあ、レヴィンいいなあ。わかりました、直ちに出撃しましょう。もうレヴィンがこうセリスにいろいろバックアップしてくれてる、この関係がすごくいい。ね、なんかもう みんなでさ、親世代のみんなでセリスをこうねえ、あ、どこ行ったの。お、初めて聞く曲。あ、リーフ。あ、なんかこっちはこっちで。え、あー、ちょっとあ、やらざるをえんくなったな。まあまあ、わかりました。ねえ、親世代みんなでこのリーフを、リーフじゃないセリスをこう、なんていうのを支えてる感じがやっぱいいっすね。意志はね、消えてないっていうか受け継がれてますよね。こう、ということで、ちょっと装備を、ここにはラケシって投げて、何らか何らかおったはずなんだけどな。ちょっと準備をしたいと思います。とりあえず闘技場でもするか。アクスファイター、鉄の槍で十分だ。
というかね、クラスチェンジができますね、ユリア。セイジっちゅうことは断り魔法も使えるかな。ようやく武器が持てる。でも光魔法やらないユリアといえば、でも光魔法ないから。きた。58。恐ろしい。あ、炎、雷、風。ああ、いいっすね、いいっすね。ちょっと待って。いろいろ売ってたんですよ。あ、ファイヤーサンダー、ウィンド買っとこう。ウィンド、リカバー。金がないけど、闘技場で稼げば。ウィンドで。でも、脆いんよな、ユリア。おお、なんだこの火力。うわ、あ、でもレベル高すぎて相手にならんな。ちょっと、恐ろしい戦闘力を。うわ、魔力カンスト。こんなに強いんかよ、ユリアって。全然もう杖振りばっかりしとったけど、戦ったらこんなに。何これ。やば、なんか知らないけど全然エースができたな。特に何も意識してなかったけど、連続とか強いんですよね、マジ。光魔法欲しいな。でも光魔法でも重たいのか。でもまあ、でももっと終盤長とか手に入るでしょう、多分。おそらく終盤になったらね。会話が出てましたね。セリス様、ユリア、どうしたんだ。なんだか恐ろしいのです。この辺りには邪悪な気配が漂っている気がします。どういうことだ。セリス、気をつけなさい。イシュタルは恐ろしい敵。怖っ。どうした、ユリア。戦ってはなりません。ユリア、どうした。私、一体何を。ユリア、君は。これ、ディアドラの意志とかそういうの、そういうのですかね。おい、ありがとう。何だったんだ、今のは。フィー、気をつけろよ。空を飛べるからって、一人で行っちゃダメだ。あら、アンサー、心配してくれてるの。まあな。この二人もね、6勝以来か。ちゃんと会話するのは。アーサーって他人には関心ない人だと思ってたのに、優しいところもあるんだ。少しだけ見直しちゃった。フィーは特別だからな。あ、そうなん。この二人はそうなのか。とにかく、あまり危ないことはするな。じゃあな。アーサー。おお、ありがとう。いい会話だ。この音群、とりあえず出してみたけど、そう、なんかここにシャガール陛下がいるんですよ、これ。反乱軍など、恐れるな、アルスタージオを取り戻せ。命令に従わぬ者は首をはねる。よいな、奴らを皆殺しにするのだ。これ、顔グラフィック全く一緒やない、これ。どうなんやろう。よく見たらやっぱ違うんかな。アーマー軍団がね、来てるんで、斬鉄のオイフェで、やっていこうかなと思うんですよね。あ、で、魔法が来とるのもちょっと厄介やな。うわ。わわわわわ。出た。はははは。何それ。頭にエビが乗っかってますよ。よし、準備は整った。ベスターまで一気に駆け抜ける。ムハマド将軍の舞台に遅れを取るな。そっちで来るのか。これ、手やり軍団だったんですよね。手やり軍団嫌やね。なんだあいつらは。トルバドールか。ん
いよいよだね。フェットラ、エリウッド行くよ。今度こそしくじるんじゃないよ。わわわわ。攻めてくる感じかよ。うわ、ちょっとやめて。これはやばいのでは。ちょっと上の戦力がなさすぎ。手やり手やり手やり。この辺は、あー、やっぱトルバドールか。手やり持って突撃。このエルサンダー、オーボマージナイト何その顔。エルサンダーは重さ7よね。18。手やり、手やり持ったらフィンはどんな感じなんかね。手やりって重さ18か4か。通撃とかは持ってないよね。持ってないか。でもちょっときついね。まあこの上かな。ちょっと相手の攻撃24とかやけんね。21、まあ3とかか。戦えなくはないから、この辺に手やり持って待機とか。でリーフこの辺に置いといて。上の救援やばいな。でもここもちょっと全軍で立てた。てか戦力が足りなさすぎてちょっとここのこいつら、でもこいつらは多分全力で叩き潰した方がいいと思うんですよね。上はちょっとまだ待ちかな。村はちょっと諦めた方がいいかもしれんな。飛行兵が、でもこいつらも来てるっていうね。バンパ、エリウッド、フェトラで、エルサンダー。あ、幸い魔法は届かない。ムハマドで、これ勇者の弓、勇者シリーズ。司祭リザーブ、あ、リザーブ来た。こんなところにエルサンダー。まあでも、鋼の槍でもちょっとこうやるしかない。斬鉄のオイフェで弓をやっちまって、やっちゃってで OK。 よしよしよし、ナイス。特攻のオイフェルで、ヨハルバンバン、ヨハルバンバン勇者の斧で、あー痛いね。相手3すくみ有利取ってもさ、斧が結局重たいからさ、全然回避が上がらないっていう、そんな感じよね。どうしよっかな。勇者の弓が飛んでくるんか。威力14、31、守備18、12、13、13の2回、26。あー結構きつい。18、守備力18。ちょ、セリス、オセリをここに置いて、あ、ユリア、オセリのその、なんかな、セリリの指揮官補正でちょっと回避を上げつつって感じかな。セリリは結構あの、なんつうの、結構粘ってくれるから、粘ってくれるので、ナドネイネイこっち、壁できたよな。そうね。で、ヨハルバンバン、フィー、フィーちょっとこっちかな。フィーこっち。もうほんと全力で叩き潰した方がいいから、こいつら。ラナ。アーサー。
アーサーは、アーサーぐらいはあの森に入れてもいいかもしれないな。どうかな。関節そんなにいないからね。飛んでこないな。じゃあ、アーサーちょっとここに、いつでも行けるように待機しといて、ヨハルバンバンこっち、で、ラナ。ラナこっちまず、こっちか。で、アレス。アレスは下手になんか反撃食らいそう。魔法に狙われ、狙われるなら狙われるで、それはそれでいいか。こんなところか。さあ来てますね。まあまあセリリ必殺してほしいな。鋼の槍よし。おい、あー力が1あれば。まあまあ後ろのやつらで取れるやろ。よし、斬鉄の62いって、斬鉄のオイフェフェで、で速さと幸運上がってほしい。あ、いいね。よし。おい。敵が多いよ。よし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 。釣れた釣れた。で、勇者の弓は多分、あれで大丈夫だと思うので。あ？うわー！そうやった、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 そうやった。こいつ反乱軍め。食らったか。耐えろフィン。あー、まあ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 痛くはないっちゃんね。頑張れオフィン、オフィン頑張れ。城に、いざとなったらやっぱり城にこもって防衛戦するしかないよね。あ、でも城にこもれるのは一人だけか。あ、もどかしいな。わお、抜けてきやがった。痛い。いいね。まあ、追撃できるのはね、いっちゃけどね。抜けてきた。うわ、出た。やめろ。ああ、まあまあいいや、いいや、そいつはいい。あの2匹だけはちょっとやめてほしいな。これどうする？これ上やばいな。戦力足りてないって。なあ。てててててこの曲結構好き。どうしよう。まあまあこの2匹は倒さないかんよな。どんな感じ？リーフ。リーフ、リーフ。うわぁ！これ。42？ ん？あ、え？あー、間接攻撃は光魔法扱いだから三隅が消えるのか。なるほどね。あ、でもこれまずいよな。これ下がらなな。下がらないかんよな。下がれ。あ、じゃあずっ、ああ、
がらないかんよな。お、下がれるこれ。だ、下がれる。下がれるな、下がれる。うん、下がれるか。これきついな。とりあえず、1体は倒して。戻るでしょう。ここはエルサンダの範囲外。ね、でリーフ戦いはできませんが、リーフそっち行って、でここやね、ここ治療と、リーフが治療の杖が使えたらいいんやけどね。でこれうまくサイドを使ってやらないかんたいね、これね。ムハマド斬鉄いい感じやね。勇者の槍攻撃32の、18で14の2回28食らうんか。前回満タンになればいいので、ちょっと待てよ。回復はラナを前に出すか。こいつらこのどう、風の剣18、19、2回、あ、倒せるな。風の剣と、ちょっと待ってね。どうしようかな。この4人は倒したいよな。うまく考えろ。ちょっと待ってよ。ラナっていうか、回復ここに行くの必須。で、こう。だから、こうよね。こうで、風の剣で、こいつを葬り去るやろ？葬り去る。いけ。よし。これはここでいいな。で、ラナリライブ。よし、いいぞ。ラナリライブで、斬鉄のオイフェッフェ。斬鉄のオイフェッフェ。これ、まずは一撃。まずは一撃だ。よし。ふい、開いた。ああ、いいぞ。よし、いいぞ。どうしようかな。ヨハルバンバン。ヨハルバンバン。どうしよう。まあ、でもここやな。ここで、で、アーサー一撃ぐらいアーサーもね、耐えられるから大丈夫だから、やっちまうやろ。ヨハルバンバン後ろまで届くかな、あそこ。うん。みんな順調に育ってくれ。君たちはちょっとレベルが、もうこの戦力でやっていくにはもうちょっとレベルを上げるしかない。届くよな。そして最後ムハマド、シャガール陛下を誰で倒すかっていう、ちょっと待って、ヨハルバンバン、エルサンダー、これは行っていいよな。行っちゃおう。ちょっと、
どうしよう、ラドネイ。ラドネイ、この前出していいか？ちょ、不安やな。ラドネイ、不安やな。ちょっと、ヨハルバンバン当たっちゃいかんよね、そこ。ちょっと、どうしようかな。ユリア。ユリア、どんな感じな？ウィンド持ったら。あ、44ね。まあ、危ないっちゃ危ない。危ないっちゃ危ないな。森乗ってるから大丈夫って感じか。いや、セリリは結構遅延をかけたいから、あんまり前に突っ走るのは良くないから。誰で倒そうか。いや、本当はラドネイ取りたいんですけどね。やめよう。ラドネイはちょっとそこまで前に行くべきではないから。アレスで。よし。我らがこうもたやすく破れるとは、ブルムをお許しあれ。自分でたやすく破れるとか言っちゃいかんくない？もうちょっと誇りを持って、騎士に、騎士として。ああ、いいね、いいね、いいね。あんまり自虐は良くないと思うけど。よし。まあ、ここでいいか。で、リーン。あ、でもどうせセリリ前行った方がいいな。前線押し上げた方がいいな。リーンがここまで来るから。弓が厄介。あ、違う。ヨハルバの回復したいから。あ、ラナ。あ、ラナ。どうしようかな、これ。とりあえず、オイフェ。オイフェ回復いらないよな。オイフェ。エルサンダー。このターン、エルサンダー絶対倒したいから。ミストル・ティン。ミストルティーンでやるやろ。で、おい、ここもやっとくやろ。とりあえずミストルティーンで、アレスティンで、アレスティン。おい。いいですね。でもこれはしょうがない。これはちょっと帰れないのはしょうがない。ねえ、オイフェで、待てよ。まずユリアで回復。一番危険なところはユリアで回復して、ちょっと食らってんじゃないよ、ヨハルバンバン。よし。で、この生き残りは、じゃあ、満を持してラドネイネイで、銀の代金をね、ちょっと買いました。買ったっていうか、アレスからもらった。火力が欲しいから、ラドネイ。よしよしよし。いいっすね、いいっすね。で、あとは、倒せる敵を倒せる分だけ倒そうっていう。オイフェフェかな？オイフェフェで。暫定2。よしよしよし、いいぞ。どうしようか、この辺。この辺かな。ああ、ちょっと、あ、でもまあ、リーン一撃ぐらい。大丈夫。どうかな。1、2、3、4、5、6、7。逃げられるな。逃げられるから。
フィーで風の剣でリザーブされるのはされるかもしれないけど、ちょっと削っておくのはちょっと大事だ。そんなにリザーブで全開するってことじゃないから、1,2,3,4,5,1,2 この辺かな。で、この死に損ないはセリリでいいかな。セリリで取ります。ダイ。セリリもねちょっとレベルアップしたいね。で手負いの、あ、28、あ、ラナだ、 HP 高っオイフェッフェを回復します。もう回復はねできればラナにずっと集中させたいな。ユリアはもう戦えるようになったから、ラナもねそのレベル20になってクラスチェンジしたらそこそこ戦力にはなってくれると思うから。エディンの娘だしね。お力、おー魔力もう少し欲しいね。こんなところかな。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。